アウトラ好きの皆さん、こんにちは。屋根屋のちーぼーです。今日はですね、野営についてご質問にお答えしていきたいと思っております。でやっぱね、こう自分はまだやれないんだけど、もしくはちょっとやってみたくはあるんだけど、実際野営の世界ってどんな感じなのみたいなのね、結構気になる方多いみたいで、ご質問いただくことが多いんですよね。まあ、そういったご質問を今日はまとめてですね、まあ、よくある質問集 Q&A 的な感じで動画を進めていきたいと思っております。なのでこれからやっていきたいんだけどどうなのとかね、まあ、自分やる予定はないんだけど、ちょっとこうどういう風にやってるのか裏側が知りたいという方はですね、ぜひチェックしてみていただけると嬉しいです。ではやっていきましょう。じゃあまず1個目の質問ですね。まずこう野営をやるとき、テントを張る場所っていうのは、まあ、いわゆる野営地という風に言われているわけなんですけど、その野営地っていうのは僕はどうやって見つけてるのかっていうのが気になる方多いみたいなので、まずこれ野営地ってどうやって見つけるのっていう質問からいきたいと思います。で僕はどうやって探してるかというと、基本的にはこいつですね、まあ、スマホで1台で解決してます。まあ、Google マップっていうアプリを使うんですけど、まあ、皆さんご存知ですよね。まあ、Google マップで調べると結構川がねブルーで表示されてたりとか、まあ、林道のね名前が書いてたりとか、まあ、それで結構探しやすいんですよ。で林道と川を起点に探すんですけど、まあ、なぜかというとアクセスがしやすいからですね。次に使うのは国土地理院図ですね。まあ、地理院地図といった方が分かりやすいかもしれないですけど、まあ、ちょっと国が出してるですね、あのすごく詳細に書いてる等高線とかって皆さん聞いたことあると思うんですけど、まあ、社会科の授業とかで習いましたよね。まあ、あの標高がどのくらいであるかとか、まあ、等高線の幅によってですね、あのフラットなのかそれとも急斜面なのかが分かるみたいなところがあるんですけど、これで地図読みをして、あ、なんか大体こういう森の感じなんだなとかね、まあ、これ杉だったり針葉樹の感じだったりとか、広葉樹がどこにあるとか、そういったのものを、まあ、全部書いてますんで、まあ、そういったもので調べるようにしてます。で大体、あ、ここぐらいだったらテントが張れそうな感じだなとかっていうのは等高線を見ていくと結構フラットな場所だったりとかっていうのも分かったりしますんで、そういう風に事前にスマホで調べてから行くようにしてます。ただやっぱり百聞は一見にしかずなので、実際野営地に行ってみたら台風でいろいろ崩れてたとか、あの川幅が全然違ったとか、あのいろんな倒木があって通れなかったりとかっていうのもありますので、基本的にはざっくりとした情報だけはスマホで調べて、実際現地に行ってみて、まあ実際それで泊まれなかったこともありますし、まあそれで一回行ってみて、あ、どういう感じになってるのかなって自分の目で見て、自分の足で歩いて、まあ野営地を探し当てるっていう形になりますね。でこれ結構多い質問なんですけど、トイレはどうしてるのっていう質問ですね。まあ山の中に綺麗な公衆トイレはないわけなので、まあお分かりの通り、あの自然にお返しするスタイルという形になります。はい、まあ僕なんかこうね、めちゃくちゃど田舎で育った人間なので、そういう経験が豊富なのでね、あの分かるんですけど、まあ都会住みの方とかはそういう経験がないっていう方もいらっしゃるかもしれないので、一応ねいろいろあのお話ししていきたいと思うんですけど、あのトイレはまあ基本的に自然にお返しすると。そしてまあただあのトイレットペーパーとかですね、そういったものに関しては自然に帰りやすい、分解されやすいですね、ものを使っております。まあ僕が使っているのはですね、モンベルの、トイレットペーパーですね。こちらは基本的にまあ登山用みたいな感じになるんですけど、まあ、自然に帰りやすい、まあ、分解されやすいものっていうので、使うようにしてます。トイレはどうしてるんですかっていう質問をする方ですね、これ2パターンの人がいると思うんですよね。1つのパターンは本当にね、そういう外で、そういうことをしたことがない人だから、あのトイレがないってどうすればいいのみたいな話で、それを素で聞いてる人っていうのと、もう一人はですね、あの環境汚染になんじゃねえか、どうせあののでやってんだろう、お前ダメだろみたいなね、ことを言われるためにですね、質問されてる方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、基本的にはその何百人もね、あの人が集まってそこでやるっていうわけではないので、あのまあ一人一人がですね入って、もう本当に数ヶ月に一度もないぐらいのペースで、まあそこでこうね、排泄をするわけなんで、それはね特に自然にとってはね、あの大した問題ではございません。それだったらもう野生動物が増えすぎて、あの鹿の糞がそこら中に落ちてる方が、まあ、よっぽどよくないのかもしれないですね。あのそのくらいのものではありますので、あんま気にする必要はないと思いますし、あのそんなそれが有害になったっていうデータがあるわけではないので、あのそこはあんま気にしなくていいと思います。ただやっぱりキャンプ場だったりとか、まあこれ結構いろんな人が入ってきてるなっていうところでやる場合は、ちょっと携帯トイレを使ったりとか、まあ、そういった、まあ、配慮は必要だとは思うんですけど、まあ、そんな1日に何十トンもこう排出されるようなものではありませんので、僕
はそんなトロールみたいな巨漢ではございません。なのでそこら辺は気にしなくてもいいのかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ次ですね。これが実は一番多い質問なのかもしれない。怖くないの？っていうことですね。これね、結論から言います。めちゃくちゃ怖いです。この怖さの耐性っていうのは人によって全然違いますので一概には言えないんですけど、僕はもう何十回もねやっててある程度慣れてるはずなんですけど、毎回ドキドキしてます。うん、それはやっぱね、野生動物の怖さだったり、まあちょっとこう心霊的なね、ヒュードロドロ的な怖さっていうのもあると思うんで、まあ僕は実際そういう変な体験をしたことはそんなにないかな。怖い理由の大半っていうのは大体野生動物であると思います。で、ただですね、鹿とか、まあ例えばカモシカとかですね、まあちっちゃいこうイタチとか、まあイノシシはちょっと出会い頭は怖いですけど、そういう動物に関してはそこまでですね、やっぱ僕も恐怖は感じてないんですけど、ただですね、やっぱ暗闇の中でこう自分が野営をしてる、テントを張ってるところの隣とかでガサゴソって音がしたりとか、あと崖からですね、よく鹿って結構高いところに登るので崖の上の方に行って石を蹴落としちゃうことがあるんですよね。そういう時にガラガラガラっとこう落石があったりとか、まあ、そういうなんか音ですね、それにかなり恐怖を感じるわけなんです。鹿だったりとか野生動物ってことを分かっていたとしても、やっぱりこう真っ暗闇の中、そしてまあ大体音っていうのは自分が発する音、もしくは風の音とか、まあ、自然が発する音ですね、ぐらいしかないので、そんな中でいきなり異質な音がですね、ガラガラとかガサゴソとかザワザワって音がすると結構怖いんですよ。まあ、それによって何か被害を被ったことは今まで特にないんですけど、そんなにないですね。結構今タイムリーな話題だと思うんですけど、クマは直接的な怖さを感じますね、僕も。なので、まあ、基本的には対策としては自分からこう声を発したりとか、山を歩いてる時にこう犬の鳴き真似をしたりとかですね、まあ、基本的にその猟犬っていうのがちょっとこうね、撃たれる恐怖っていうのと直接つながってたりとかしますんで、まあ犬の鳴き真似がいいのかなと思ってます。まあ人によってはね、クマ鈴だけでもいいと思いますし、あとはまあその野営地に着いた時にですね、ラジオを結構な音量でかけたりとか、あとはまあそのスピーカーで音楽をかけたりとか、僕寝る時もラジオだったりとか、あと音楽は基本的に絶やさないようにしてるんですけど、そういうので対策してあげたりとか、あとはその漁師さんのですね、鉄砲の銃のですね、火薬の匂いっていうのは結構遠くからも分かったりしますんで、自分が銃を持ってる人は持ってけばいいと思うんですけど、まあ、そんなことはありえないと思いますんで、まあ、僕はよくですね、花火をやってますね。熊のすごく最盛期というか、結構今シーズンで危ないですよ、目撃情報多数ですよみたいな時も一応撮影には行ってるんですけど、そういう時はですね、まあ、煙玉とか、あとはもう本当に花火ですねっていうのを寝る前にこう何個か焚いて、で自分のテントの周りに置いてあげると、まあ、結構風に乗ってですね、クマを寄せ付けなくできるっていうこともあるらしいので、これは実際の知り合いの漁師さんから聞いたお話だったりしますんで、まあ、ぜひ皆さんもやってみていただければと思います。次はですね、この質問も結構多いんですけど、許可取ってやってますかっていうね、質問ですね。この質問が、かなり僕のところに舞い込んでくることもあります。これも2パターンのシーンがあってですね、一つはですね、許可を取ってやらなきゃダメだろうみたいな、許可取らないと所有者がいるんだからみたいな感じで目くじら立てるタイプの、まあ、アンチコメントですね。もう一つは実際やってみたいんだけど許可とか取らないとちょっと怖いなと思ってて、どういう風に許可取ってますっていう風に本当にね、こうなんか聞いてくれてる方っていうのがいます。でその前者のちょっとアンチコメ的な部分に関しては、まあちょっとどうしたものかって感じなんですけど、まあ、その人にはね、全く関係ない話だったりしますんで、僕がやってることに関してはその人の土地で実際動画に出てた土地がですね、自分の山だとかだったらまた別なんですけど、そういうことではなかったりしますんで、まあ、そこはちょっと今回置いといてなんですけど、まあ、今回正直に話すべきかどうかちょっと迷ってはいたんですけど、一応ちょっと語弊のないように説明はね、しますんで、正直に話すと、許可はですね、取る場合と取らない場合があります。はい、で許可を取る場合っていうのはちょっとやっぱグレーゾーンだなっていうふうに思う場所だったりしますね。基本的にそのなんかフェンスの乗り越えて入ったりとか、キャンプ禁止の場所にあえて行ったりとかすることはないですし、明らかに人の手がめちゃくちゃ入っていて、あ、所有者いそうだなみたいな、この小屋があっていつも作業してるなみたいなところでやったりすることは基本的にはないです。だけどその県によってとか、まあ、その河川によってはですね、標高
何メートル以上の山だとその焚き火をやったらいけないとかですね、そのキャンプ禁止だったりとか、まあ、その条例によっていろんなこの決まりがあったりとかすることがあるんですよ。それを完全に自分でその例えば測量とかをして測ることはやっぱ難しかったりしますんで、まあ、そういった時はですね、その担当の土木事務所だったりとか、まあ、その役場だったりとか、まあ、そういったところに電話して役所に聞いて、どういう感じですかっていうふうに聞いた上でやる場合が許可を取る場合っていう形になりますね。で、2つ目の許可を取らない時なんですけど、そういう時はですね、大体この、まあ、みんなそこでキャンプをやる雰囲気になっているというか、空気感でね、そういう場所っていうのが中にはあるんですよ。野営場みたいな感じで、まあ、いつもみんないろんな人が入ってですね、まあ、管理者がいたりとかいなかったりとかするんですけど、まあ、そういう場所があったりとか、あとはもう明らかにその渓流釣りの人とかがいつもこう地元の方とかもね、まあ、よく話したりとかもするんですけど、まあ、そういう人たちがいつもここでキャンプやってますよみたいなですね、ふわっとした雰囲気でみんなこう自然を楽しんでる、まあ、もちろんマナーは守る必要はあるんですけど、ゴミ捨てたりとかなしだと思うんですけど、もちろんみんなでこうマナーを守りながら、まあ、そこで自然を楽しんでるみたいな場所もね、中にはやっぱりあったりします。一応その所有者がいるっていうことも中にはあると思うんですけど、例えばその登山道だって結構みんな登ってるけど、実はここ個人の所有地なんだよ、でもまあ別に登山で使うぐらいはいいよみたいな感じで許されてる場所だったりとか、そういったところっていうのは日本にはいっぱいあったりしますんで、なのでですね、全部の場所が全部許可をいるっていうわけではなかったりするんですよね。一応法律の建前上言うんだったらどこも許可は必要なんです。だけど、まあ、それはあくまで建前で、実際はその許可はいらないような場所もあったりします。ただこれはですね、何回もやってないと本当に怒られちゃう可能性もあったりしますんで、そこはですね、ご自身の判断でですね、ぜひ経験を積みながら、例えば地元の方がトラックでこうすれ違う時とかにですね、なんかちょっと声かけてきたりとかすることもあるので、そういう時にこうどんな感じですかって聞いたりとか、ここでこうキャンプやっている方とか結構いらっしゃいますかみたいな風に聞いてですね、あ、なんかよくやってるねぐらいの雰囲気だったら、まあまあちょっとこのね、散らかさないというか、後を濁さないようにですね、まあ、隠れながらやっていただくっていうのは全然僕はありなんじゃないかなと思ってます。なので本当に自分の関係ないね、自分の山とか所有地でもないのに、なんかアンチコメントしてくる人に関しては僕は全く気にしてはいないんですけど、なのでですね、一応建前上許可はいるんだけど、まあ、許可を取る場合と取らない場合がありますよっていうね、ふわっとした感じのお答えにしかできないんですけど、それで勘弁してください。ということで、今日は野営についての質問をいくつか答えさせていただきました。まあ、野営っていう世界はですね、かなりこうグレーゾーンなところが多いところなんで、まあちょっと僕もね、内心ドキドキしながらお話しさせていただいた部分はあるんですけど、まあ過去にいろんなね、こう法律的にはどうなのとかね、僕はいろんな動画出しておりますんでですね、もうなんかちょっと物申したいっていう方はですね、ぜひそういう動画全部見てからですね、まあぜひ個人的にメールで送ってきていただけるといいんじゃないかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。いや、かなりね、こう本当グレーゾーンではあるんですけど、実際のやってる人たちを見ると結構マナーを守ってやってたりとかですね、なんかもうパリピみたいな感じでバーベキュー楽しもうぜみたいな人がこう河原でやってるのとかってよくニュースで見るじゃないですか。ああいうのとぜひ一緒にしないでいただきたいっていう風に僕は思っているんですけどね。なのでね、ちょっと本当になんか変な毒を吐き出す前にですね、ちょっと一歩置いてですね、ご自身で勉強してからいろいろ物申していただけるといいんじゃないかなと思っておりますので、実際の雰囲気とネット上で見かけるいろんな意見っていうのはまたかなり乖離しているものだったりとかしますんでですね、まあ、ちょっとドキドキしながら話させていただいたんですけど、よろしくお願いします。ということで、イベントの一件お知らせです。5月の4、5でですね、こんな野営バカの僕が主催するですね、無料の野営地イベントが開催されます。こちらがですね、なんと僕は無料で皆さんを野営地に招待しますよっていうね、かなりバカげたイベントではあるんですけど、でこれ関東圏の方来やすいと思うんですけど、神奈川県の某所ですね、そこにご予約いただいた方のみにですね、座標をシークレットでお送りをしますというね、面白いイベントになっておりますので、ぜひですね、あと残り2枠になっておりますので、皆さんご予約急げということでよろしくお願いします。今回アウトドアスパイスですね、こちら東京クラフトさんのこの和風スパイスシミと肉スパイスタギですね、これを1セット皆さんにプレゼントします。イエス。
結構大型コラボイベントになっておりますので、皆さんぜひようやく急いでいただけるとありがたく思っております。まあ、今日はそんな八重に関する質問にお答えさせていただいたんですけど、実際僕は八重してる動画だったりとか、いろんなレクチャー動画みたいなのも出しておりますので、ぜひチャンネル登録してぜひ次回の動画をお待ちいただけると嬉しいです。毎週土曜日の10時から生配信だったり YouTube ラジオもやってますんで、そっちで質問していただければぜひねお答えしますんで遊びに来てね。ということで今回矢野屋のチーボがお届けさせていただきました。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。